はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ね、これです。じゃん、 MGC オールカタログ1994、こいつをちょっと眺めていこうっていう動画なんですけど、これまあちょいちょい僕の動画で眺めてるんですけど、これがですね、当チャンネルのリスナー様、ハイズー様から提供していただいたカタログになるんですけどね、好きでたまにパラパラっとめくるんですけど、まあこの当時ね、こうオートにこういうマウントレールついて、それなりに銃本体に近しい銃のスライドぐらいの大きさがあるようなスコープが乗ってるっていうね、こういうのが流行ってたんだろうなって思うんですけど、今回はね、この中に僕今クラウンの銃筋電動ガンか MP5、PDW かパーソナルディフェンスウェポンね、あれちょっといじってるんですけど、それがねMGC から出てたものがちょっとかっこよかったんで、これちょっと眺めていこうっていうね、ほんのごくごくささっとしたさらっとした淡白な動画になるんじゃないかなと思ってますが、そんな内容です。まあね、ほんとね、好きでね、これ逐一開くんですけど、この当時はまだね、通常分解できないガス風呂だったよね、確か MGC のね、その当時ので、こういうねスコープ乗っかってるハイキャパ系かっこいいよね。まあこういうのをちょっと眺めてた時に、おっと思ったのが出てきたんでね、もうあれですもんね、あ、これグロック17レースコンプね、スタビライザーつけたグロックにスコープ乗ってるって、もう何でもかんでもスコープ乗っけちゃってかっこいいですよね。僕はそういうの好きなんですけどね。で、こうめくってった中で、こいつですよ。バーン、これヘッケランドコッホ MP5PDW ホップアップバージョン、これを見つけて、ああそうだと思って、眺めてたんですけど、フォールディングストックをアクセサリーでこう後付けできるんだね。なんでストックはあれしてないんですけど、かっこいいね、やっぱり MGC が作ったやつで。これなんかね、ここにアイコンがあって、モータードライブなんとかって書いてあるんですよ。みたいな。まあセミフルとモータードライブなんとか、モーターでボルトを前後させるらしいんだよね。でBB 弾撃つのはガスみたいなんだけど、違うかもしんない、もしかしたら僕が間違ってんのかもしんないけど、この表記を見るとそういうことになるんだよね。すごいシステムを作ってたんだねと思って、これ今手に入るかなとかちょっと考えたりしたんですが、まあかっこいいってのはかっこいい。でこれボルトがガッチョンガッチョン前後に動くんでしょと、モーターで、でガスで弾撃つんでしょみたいな、それだったらすごいなと思って今見てたんですけど、違うのかね、なんかそういうあれも個体みたいなんだけど違うかもしんない。ああこれね、欲しくなってきた。でも探しても見つかんないだろうな、1994年だもんね、もう28年とか前かね。これパッと見つけた時にはかっこいいなと思って、これ MGC のこれが欲しいなと思って、動画にしようと思った次第であります。なんでもうこのページをこうやってバッと見た時点で、今日の動画もうほぼほぼ終わりですからねちゃんとやる気がないのみたいなねいやそういうわけじゃないんだけど、まあたまに紙媒体紹介しないとさ。でさ、その10金のクラウンのね、MP5 あれフルオートじゃないですか。でね、フルオートで連射してる動画がどうやらね、広告あんまつかないみたいで、なんでもういいやと紙だなとそんな感じになってるんですけど、あともう一個見たいのが、そうそう、でね、春のクラウン祭りやってるんでね、僕の内部的にはまあ意図せずそうなっちゃったんですけど、なんかエアリボルバーが楽しくて、リボルバーばっかりねクラウンのやついじってたんですけど、やっぱこうやってね MGC のとか見るとはかっこいいなってなりますよね。こっちは今度モデルガンですからね、赤式のモデルガン、中身もリアルなんだろうなと思って、こうほらパイソンもね、すごいよねこのグリップ、やっぱかっこいいよ。これ当時1万ちょっとで買えたんだね、マジか。ため息が出ちゃうね、スーパーブラックヘビーウェイトも。おー、
M686、 M686 に至っては1万円切ってますからね。この時代に戻りたいな。30年近く若返ったらどうなるんだろうな。無敵だなきっとな。ね、そんな感じがしますが、この辺ね、コルトローマンとかもあったね。コルトトルーパーマーク2とか、やっぱりさ、カタログ眺めてるともうため息出ちゃうね。もうその現行品のカタログじゃないので全部手に入らないじゃないですか。いやー、 MGC いいね。これもやりましたよね、動画でね。これも動画にしましたよね、発火させてみたりね。なるほどね、そうか、シグのモデルガンとかも欲しいけどね、なかなか MGC のやつは44オートマグとかね、これ見るとね、マルシンの再販どうなってんですかみたいな気持ちになってきますけど、どうなんだろうね。まあまあいろいろありますけど、なんかね、最近のこの僕の動画の傾向に合わせてこうやってカタログ眺めるとまた面白いんだなと思いました。もうあれです、なんて言うんですか、今日お伝えしたいことはもう終わりましたんでね。終わりましたんでねっていうか、もう終わってますんでね。いやー、すごいね、この時代華やかだったなーっていう感じ、がしますね。やっぱりカタログ眺めてるとすごいね。そうか、この辺見ててね、あ、これね、グロック18ね、これガスブローバックってね、このチラシも眺めながら喋りましたよね以前ね。いや、いいんだよ本当に。最強のファイナルウェポンって書いてあるんですよ。そうかと。まあね、いいな、 MGC はやっぱりな、これだよね。あとこういうのいいよね、こういう挿絵っていうかさ、イラストがさ、ほんと味があるんだよね、 MGC のはね、マニュアルとかね。素晴らしいですね。 MGC 新製品テレフォンインフォメーションなんてのあんの、すごいね。テープ24時間いつでも聞けます、そういうのあったっけ、リカちゃん電話みたいなもん。はあ、 MGC すごいわ、やっぱりテレフォンインフォメーションだもんね。もうなくなっちゃったもんな、寂しいな。ほんとこの辺のモデル欲しいよね、どっかに転がってないかな。まあそんな感じです。あんまりね、昔を懐かしんでばっかりいてもあれですが、これがね、おー、かっこいいなと思ったので、動画にしました。はい、ということでね、今日の動画これでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし、クラウンのだけど、これを見て、FET でも入れようかななんて思ってます。ハイズさんの提供品でした。